生まれ兵庫県育ちということでですね、難波来るとほんまに懐かしい感じがするんですけれども、うわ、なんかすごい音しますね。あ、どっか無線が飛んでるんですね。私前ここで応援演説した時は実は大雨だったんですよ。でも今日はなんとか天気が持ってる中でこうやってお話しさせていただけてちょうどよかったなというふうに思っております。皆さん、ご通行中の皆さん、選挙も行かれましたか？もう期日前投票始まってますんでね、もしかしたら今日もう選挙行ってきたよ、行ってきたよ、行ってきたよって方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今日皆さん、お父さん、北村経夫です。北村経夫ご存知ですか？北村経夫。北村経夫、今回全国比例で立候補をしております。ここ大阪から立候補しているのは自民党からは太田房江候補、元ここ大阪府の知事でございまして、女性の初の知事太田房江がここ大阪からは立候補しておるんですけれども、これ自由民主党からこれ全国比例で立候補しておりますのが北村経夫、ここに立っております北村経夫なんです。今回皆さん、先ほど奥山先生の説明にもございましたけれども、投票所に行ったら投票用紙2枚渡されますのでね、2枚目の方に北村経夫と書いていただきたいんです。北村経夫候補、今日こうやって立っていらっしゃいますが、2期目の挑戦です。1期6年一生懸命走ってまいりました。でその中でですね、いろんな問題に取り組んでいらっしゃいます。大丈夫でしょうか？大丈夫でしょうか？はい、例えば国土強靭化の問題であるとか、外交、安全保障、防衛、そして教育、福祉、あと拉致問題なんかももう中心的になってやってきております。なぜそういうことができるのかと、よく政治家の候補の方はですね、政治家になってから勉強しますっていうような方がたくさんいらっしゃるんですけれども、この北村経夫候補、この国会議員になる前は産経新聞の政治部長だったんですね。産経新聞、ここ大阪発祥の新聞でございますけれども、その産経新聞の政治部長を長くやって、政治部で長いこと記者やった後、政治部長トップをやってたんです。だからもうどの問題においてももう全部詳しく知っているって、もう間違いのない政治家なんです。お母さん、よかったらチラシの方をちょっと取ってみていただけたらと思います。お願いいたしますという政治家なんですね。だから即戦力だった1期目であるにもかかわらず、経済産業政務官を務めまして、そして最近では自民党の副幹事長を務めておりました。1期目だったんですけれども副幹事長を務めておりました。それが北村経夫、北村経夫でございます。皆さんも昨年は大阪いろいろありました。北部の方では地震がありましたし、ここ南部の方は豪雨災害に見舞われまして、関空も大変なことになりました。私もこれ南海電車でですね、ずっと乗っていくと、豪雨から何ヶ月も経って、秋になっても冬になってもまだブルーシートがかかっているお家がたくさんあって、それ見た時は本当にびっくりしたんです。皆さん、ここ大阪ではですね、どうしてもここの大阪でだけ強い政党があるんでですね、そこに私入れたわっていうような方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、やっぱり国とのパイプがないと、こういった復旧復興っていうののスピードはなかなか上がっていかないんです。でこの話ね、他の都道府県でやると皆さん「あ、そやそや」って手叩いてくれるんですけど、ちょっと大阪は分かりにくいかもしれません。なんか大阪だけねじれが起こってますのでね。でも大阪だって日本なんですよ。でどうしてもそういうふうな長いしっかりとしたところがしっかりとしたそういう復興とかができる。もう一つ例挙げていきます。外交でございます。外交、ありがとう。お姉さんも選挙行ってくださいね。ありがとうございます。外交問題、この間 G20 がここ大阪でありまして、交通規制とかが大変やったと皆さん思います。タクシーの人たちも交通規制が大変やったんじゃないかと思うんですけれども、これ G20 で全部の国々をまとめた G20 の結論を出すことができました。これ出すことできたのはやっぱり安倍総理だからこそ、こういう結論を導き出すことができたと、そういうふうなことなんですけれども、これもし今安倍政権じゃなかったら、もし今安倍政権じゃなかったら、日本は世界の中に埋もれてしまうんですよ。ここまで世界の中でリーダーシップをとって、アメリカのトランプ大統領もそうですけれども、ヨーロッパの各国のマクロンさんも、ね、メルケルさんも、みんな安倍晋三総理を頼りにしている。このようなな状態でできているのは安倍総理だからなんですね。その安倍総理を支えているのが我々自由民主党の安倍政権なんです。ここの大阪だけで人気がある政党に外交なんか絶対できないですよ。あんなに簡単にね、ちょっと議員の方が出現したからといってすぐにロシアの大使館に謝りに行くような、そんな政党に外交ができるわけないじゃないですか。そうなんです。だからしっかりとですね、皆さんどこのところにちゃんと政治を任せればいいのかということ、大阪の人ほどしっかり考えていただきたいんです。今、日本が安定していると言われています。この後そのあたりはじっくりと北村候補本人から皆さんにご説明があるかと思いますけれども、そういう安定して、これからもまだどんどん徐々にではありますが、経済も上がっていく、そのようなのは安倍政権がこの長期政権で安定しているから、そして皆さんのその信頼を受けているから、政治というものができます。皆さんの生活の安定も外交も全ての面において全方位で政治を進めてきている、それが自民党でございます。どうか皆さん、そのあたり大阪の皆さんにもう一度よく考えていただきたい。大阪だけが強い政党に何ができますか、そういったことをしっかり考えていただけたらというふうに思います。とにかく私、何が言いたいかと言いますと、皆さん投票所、もう今日でも行けます、明日でも行けます。本当の投票日は21日ですけれども、それまでの間に投票所に足を運んでいただいて、2枚目は北村経夫、2枚目は北村経夫、それを覚えていっていただいて、ぜひ若い皆さんも投票所に足を運んでいただいて、自分たちの未来どの政党に託すのかということをしっかり考えていっていただきたいということを申し上げまして、私からの応援の弁当をさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。皆さん、自民党よろしくお願いいたします。大阪の自民党も頑張ってます。よろしくお願いいたします。北村経夫、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ただいまの声は、近隣の皆様には少々マイクの調整においてご迷惑をおかけしておりますが、杉田水脈衆議院からどうか皆様、北村経夫をお願いしますとお訴えをいただきました。そして大変お待たせいたしました。